釧路沖地震は、1993年1月15日20時6分7秒、北海道釧路市港沖 15km の太平洋を震源として発生した M7.5 の地震。この地震は、沈み込んでいる太平洋プレートの二重心発面の下側のスラブ内を震源とした地震であった。釧路市では、当時の気象庁震度階級での震度6を、 観測したが、死者2名、負傷者966名と、規模の割には人的被害が少なかった。震源が1 0 1トルと深かったことと、同等地区は日頃から震度3程度の地震が頻発し、その上、震度5以上の大地震に何度も見舞われており、日頃から地震災害への意識が高く、地震発生時の対処方法に精通している住民や、 一般家庭を含め耐震構造建築物が多かったことなどが地震規模に比べて最小限度の被害に止まった要因と考えられている。釧路市消防本部は地震直後、暴露が崩落し、機能不全に至るも地震対策として防火水槽の設置の推進による消火栓断水対策をとっており、 その他にも消防団舎庫に、帰還員家族を居住させる等の対策を取っており、地震直後直ちに全消防車出動が可能であった、結果発生した、火災すべてを火元建物内で消し止めることに、成功した。青森県八戸市でも当初は、震度6と発表されたが、釧路市に比べ被害が小さかったことから、翌1月16日に、震度5に訂正された。 またマグニチュードは速報値 M7.8 から確定値 M7.5 に更新された。道路が陥没し、マンホールが浮き上がる液状化現象が多くの地点で発生し、港湾、国道、鉄道に多大な被害を生じた。また、落橋、水道管破損によって中心市街地が床下浸水、家が倒壊、都市ガス、鉄道が 壊滅的被害を受け、都市インフラの復旧には半年を要した。港湾の被災額は約129億円。被災時に戦後最大の地震保険の支払いが実施されたため地震保険の見直しにつながった。都市防災の被災軽減の例として、阪神、淡路大震災後の神戸市の復旧ではモデルケースとなった。釧路沖では震源域が 同じ場所で M79 の地震が1961年2004年と繰り返し発生している。震度3以上を観測した地点は以下の通り。この地震はプレートが沈み込む延長線上のサファリン南部付近を震源として発生した1990年5月12日 M-7.2 深さ 594km の 新発地震に誘発された地震であると考える研究がある。ありがとうございます。